何なんですかこの天気は。いやもう大雨の中というのを覚悟してやってきたんですけれどもまさかの。 いいお天気ということでこれも本当に天も我らに味方をして大ヒットを願ってこのイベントを成功させてくれたんじゃないでしょうかそう思えるぐらい素晴らしい作品が堤監督の手によって生まれました公開僕たちも出来上がるのというか公開されるのが楽しみでしょうがありませんぜひぜひ宣伝の方よろしくお願いいたします今日はありがとうございました本当に奇跡ですね いやもうその直前までこう雨が降る予報だったのでまあこう違うスケジュールで行きますみたいなことをこう聞いてたんですけど無事、こうやってえーこのイベントが開催できたのは本当に嬉しく思いますしそして何より早くこの作品をですねあのお客様に届けたいという思いで今、ものすごいその気持ちでいっぱいです。なののでで皆さんの協力で 届くことができると思うので本日は本当によろしくお願いします本日はお,、ま、お集まりいただきましてありがとうございますえっともう1ヶ月切ったということででも出来上がったのは最近でこの前見させていただいたんですけれども皆さんすごいかっこいいんですよ中有史が女性でもすごく楽しめましたのであのこれが全国の皆さんにお店 するっていう風なのがあと1ヶ月切ったっていうのがとっても楽しみですので皆さんも今日集まっていただいた皆さんもよろしくお願いしますあのみんな部活みたいなんですよね学校の男子部みたいな本当に仲良くってワイワイしていたんだろうなっていう風に思ったんで私はちょっと寂しいですね仲間に入れてないのであんまり女優師とお会いする機会なかったんですよどうですか今日改めてこ声揃いしている姿をこうご覧になってなんか 熱感じます <laughs> 熱熱。熱も感じるし、あと熱い。<っ> <laughs> 男の方たちに囲まれてると <laughs> え。さらにこの部分だけ熱気がありますもんね。このだけありますね。勘、はい、<う>九郎さん、そして、堤監督以外のキャストの皆様には、もうすでにサインを入れていただいております。今この瞬間、まずは勘九郎さんがペンを走らせております。いいですね。はい。 これまさに皆さんの絆の象徴でもありますよね。血判上、血判上、血判上のようですね。